川市で行われた消防団の訓練指導会には団員や市の職員などおよそ200人が参加しました。この訓練は火災が起きた時にいち早く消火できるように毎年開かれていて、須賀川消防本部の職員が消火の技術を指導しました。参加者はホースやポンプなどの正しい操作方法を学び、効率よく消火に当たるための流れを確認しました。そして実際にホースをつないで遠く離れた場所に向けて放水も行って技術を高めていました。家庭内での火災が多く発生する傾向にあります。まあ、そんな意味ではみんなそういった部分の身近な部分から防火意識を持っていただければと思ってますし、参加者は真剣な表情で訓練に取り組んで火災が増える冬に向けて備えていました。